そういえば覚えてる、そうだった、笑えるね。時間が経ったら強がりを吐いて眠る僕は、もう今はさよなら。We'll be right back.
Thank you.
手巻きです。よろしくお願いします。もともと合宿で、この2人が引退してから組んでバンドで、合宿と白雨とここで3回ですね、3回のライブになります。やりましたね、このライブ、卒業ライブ、コロナに負けず、いろいろありましたけど、このライブに至るまで教室うんぬん、コロナうんぬん、なんか、バンドが急になくなっちゃった人もいたりして、いろんな思いがあってこの、ライブハウスもみんな足も運んでるんじゃないかなって思います。気になる人、俺今回もう一回バスを破った軍曹さんの動画インスタに載せるんで見てください。いや本当になんかもう1日目の2番手でなんかいきなりなんかエモコード流されてるしあれなんですけど、あっという間に終わりますよ、この4日間、いや6日間、あっという間に終わりますよ。いや4日もあるしとか1日何万度もあるし、まあ俺1万度目だから、ちょっと自分何万度も組んでて1万度目だし、まだこういうことを教えていいかな、こういう言いたいことは言わないでいいかなとか、そういうのなしにして自分が思ったこと感じたことをその場で口に出して音に出して、伝えた方がいいんじゃないかな。もしかしたらね、この先コロナのせいで4日目とかなくなったりとかある可能性もあるし、全員が全員後悔のないようにライブをしてってください。2番手なんでこんなもんいいですかね。最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。何気ない思いが君を救う。